今思う
記憶を隣にいる。これからもあなたが目まで笑うなら、どんな日々も越えてゆける言葉を交わそう。どんな日が来ても立ち役にいる。それだけでいい。立ち役で幸せで好きだよ。私も誓うよ。おやすみの言葉が今夢に残る。明日も僕を癒してゆく。わがままや喧嘩もたまにはあるけれど、それでも僕はあなたと共に。おかえりの言葉が今目に残る。今日も僕を癒してゆく。そのままのあなたでいてくれるなら、100年先もあなたと共に思い出す。今日のファンディありがとうございます。ありがとうございます。食い気味ですげーって言われたから、ちょっと挨拶どうしようかと思いましたが、ありがとうございます。こんばんは、東大輝と申します。よろしくお願いします。ダンスボーカルをやってます。じゃあさ、バイバイ。ダンスボーカルソロシンガーをやってます。東大輝と申します。よろしくお願いします。普段こうやってダンサー2人つけて歌って踊ってるんですけど、今日はアコースティックライブということで、僕も今日はアコースティックで挑みたいと思います。ということで今日はサポートのギターの方が来てますんで、お呼びいたしましょう。鈴野優也さん、じゃーん。拍手拍手。椅子自分で用意する感じすいませんね。ですね、ま、すいませんね。先ほどもちょっと言ったんですけど、普段歌って踊ってるんですけども、歌って踊るってことはですね、まあ歌も 100% であって踊りも 100% でやらなきゃいけないってことで、歌もね上手くなきゃいけないんで、最近はですね、歌だけでも活動できるようにということで、アコースティックのライブを始めてみました。普段僕の曲はですね、まあ、おけいでこうやってるんで、それを今日はアコースティックのアレンジをしていただき歌います。で、今後まだアコースティックライブの予定は特に決まっておらず、普通の、ね、歌と踊るライブはあるんですけども、今のところ今日だけです、アコースティックアレンジを聴けるのは。よろしかったらね、聴いていってください。おいい感じですか。調子はどうですか。こんな2人ですか。あれ言わなきゃ。コーラを6秒で飲むと言って52.3 秒かかった僕と、寝ぼけてジュースと間違えてオリーブオイルを飲んでしまった鈴野優也さん、こんな2人で今日はこれからお送りします。どんな紹介。素敵な2人だと思う。それではですね、2曲続けて聴いていただきたいと思います。1つはサラソージュ Stay With Me という曲で、もう1つは今日の新曲です、夏の曲です、サマーラブです。2つ続けて聴いてください。お願いします。南口、僕の胸はいつしか高鳴るほどに苦しく、あの日にここで出会えたことで涙の色も重ねていた。スミレの花
花咲く花畑連れて行くこともできずに、あの日にここで出会えたことで優しくて無理ばかりする。 You're right, so it's very beautiful 知りながらわかるままばかり言ってしまうんだろう。 Stay with me あなたなら花の色、泣きたい夜があっても咲かせてく。いつかまた二人さらの気を枯れないように二人は水をやる。形あるものはいつか壊れ、命あるものは尽きまで、終わりが来ると思ったらこの時を大切にする。知らない花はないように咲かない花はないんだろう。Stay with me.
この2曲とも僕の、まあ、一応ソロとかで歌ってるんですけど、この鈴野優也さんが手掛けてくれました。やばーい、やばーい、やばーい、いいですね。なんだこれあのですね、僕が鈴野さんと初めて会った時はですね、あのライブハウスの対バンですよね。対バンで別の方のサポートをやってたんですけども、まあ、皆さん見てどう思うかわかんないですけど、鈴野さん最初に謝ります、すいません。はい、顔が最初怖くてですね、話しかけづらくてですねそれ顔がチンピラ顔だからねそしたら意外とツイッターとかで絡んだら面白いお方で、最初絡んだのは多分アニメのネタだよね。アニメのネタですね。しかもアニオタなんですよ。そうなんですよ。で、僕は反応なしだな。あれ俺アニオタなんですよ。あれ、おいや反応ないよ何でらっしゃるんですねで、僕は実は全然アニメを見ない方で、唯一見れたアニメが偶然、ね、一緒で、で、家も意外と近くて2駅に。でも今回こうやってサポートお願いしたわけですけど、ギターとか習ってなかったらしいんですよ。独学ですよね。うんお軽いですねで、ちょっとあの宣伝じゃないですけど、今日配られたまた出てこない紙束じゃなくて、クライヤー、クライヤーの山地ですね。クライヤー忘れたの今僕のクライヤーも入ってるんですけども、あのアンケートも一緒に入れさせていただきました。でもしね、ペンを配り忘れたんで、また今日もペンをお持ちの方はよろしかったらご協力いてくださいね。で、まあ、アンケートのよし欲しかったら持って帰ってくださいでですね、僕に渡してもらってもいいんですけど、見つからなかったら、あのそこの物販の横にポイって置いといていただけたら大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ行きますか、はい、次の曲はですね、あのカバー曲になります。結構ちょっと古い曲なんでね、あの多分でも聞いたことあると思うんで、よろしかったら聞いてください。行きましょうか、お願いします
いが叶うなら吐息を白い川にあげて、会えない日には部屋中に飾りましょう、あなたを思いながら。 Darling I want you、 会いたくてときめく恋に駆け出しそうなの、迷子のように立ちすくむ私をすぐに届けたくて、ダイヤル回して手を止めた。 I'm just a woman falling in love。She can be true, will you change my side? To all these white roses, decorate them for you. Think about you every night, find out where I am. I am not living in your heart. Darling, I need you, どうしても口に出せ願いがあるのよ、土曜の夜と日曜のあなたがいつも欲しいから、ダイヤル回して手を止めた。 I'm just a woman falling in love。一度は、ね、聞いたことあるんじゃないかなと思いますね。知ってました？これね、椅子がね、すごいね、壊れてて、ここがね、へこんでんの。さっきからすごいね、ジャストフィットな感じでお尻が変わってて天竺さんにダメな走りですからね。いや、どっちかというとフィットしたからフィットしたからいい方ですね。何それこんな二人なんですよね、さすがオリーブオイルを、ね、寝だけは完全寝ぼけてたけどで、ちょっと切り替えます、ごめんなさい。まあ、フライヤーにも書いてあるんですけど、僕も SNS だったりもやってます。 Twitter だったり、あのプロ Facebook、 最近ですね、 Vine っていうやつ始めました。 Vine っていう SNS っていうんですかね、わかります？なんか Twitter とかやってる方は多分知ってるかもしれないですけど、なんか6秒動画のやつ、
始めたんですけど、もうツイッターとかでくだらない動画上げてるんで、ね、よろしかったら見てください。あれ面白いね。面白いですか？うん。嬉しい、身近な人から面白いというか。ありがとうございます。コーラ6秒で飲みますって言って、なんかすげえ頑張って、厳しいとかって言って、結局 52.3 秒全然6秒じゃないみたいな。その様子もですね、東大輝で検索していただければ見れると思うんで、ね、よろしかったら見てください。次回のライブはですね、急に変わったわ。来週の17日にですね、天界直角会という大会形式のライブに出ます。皆さんの投票で、勝ち上がれるか負けちゃうか決まるんで、よろしかったら応援に来てください。今日ちょっとでもいいなと思ったので。でね、決勝は ZEP 東京で歌えるんで頑張りますので、よろしかったらお願いします。その日はですね、さっきのダンサーと一緒に歌って踊るんで、またね、今日と違った感じで楽しめるかなと思います。はい。はい。ツイッターとかフォローしてください。ケンさんで。あ、そうですね。まとめると。すずのさんもやってるんで。なんか言っちゃいけない感じが、あれになっちゃいましたね。まあ、初は僕はアコースティックライブなんですけど、これからどんどん慣れてまたね、アコースティックでやりたいと思ってるんで、よろしかったらまた聴きに来てください。お願いします。それでは最後の曲ですね。僕の一番最初に作った曲になります。明日への夢という曲をやります。アコースティックバージョンですね。どうかじゃあ、最後よろしくお願いします。お願いします。そして皆さんよろしくお願いします。愛想でもいいんでね。あると助かるかな。愛想でもいいんでね。なんでね。愛想でいいんですよ、全然ね。じゃあ最後ですね、聞いてください。明日への夢。駆け出した坂道希望がとろけてたみたいに、明日元に広がった水たまりは僕を映し出す鏡のようだね。闇があると希望あるけど、自分夢を夢見てる。
人たちを忘れないように全部掴んじゃう狂気に奏でよう過ぎゆく季節に置いてかれる夜を歩き続けるありがとうございました。あの体験した。